こんにちは、山田真希です。魅力を高める方法についてお伝えしています。私はすでに魅力的だからこういう話をしているわけではなく、魅力を高める方法を探るのが大好きです。いつも何か探しています。魅力的な人というのは人を動かす力があったり、人を感動させる力があると思います。影響力がある人です。影響力がある人というとどういう人を思い浮かべますか？私は知識やスキルがあったりしてフォロワーが多く大きな成功を収めている方、こういう方をまずは思い浮かべます。でも知識やスキルがなかったとしても、知名度が低くても成功を収めてなくても、影響力がある人っているんですよね。私は普段企業で人の育成をしたりしています。その中で気づいたことがあります。あるリーダーの育成プログラムを担当していた時なんですけれども、その会社ではリーダーが何人か、同じポジションのリーダーが何人かいらっしゃいました。同じポジションで同じ仕事をするリーダーです。でも部下から一目置かれるリーダーと全く気に留めてもらってないリーダーがいるってことに気づいたんです。それはその人の性格だけではなく、また後輩指導が上手下手ということではないと気づきました。そのプログラムの中で一人の部下からヒアリングをしたことがありました。その部下がいいお話をしてくれました。今のリーダーになってからことあるごとに、あなたは特別な部下だよ、特別な存在だよというふうに言われているっていうんです。その部下の方、とっても嬉しそうでした。何か心境の変化ありましたかって聞いたら、その人から言われて、自分の存在価値をすごく感じるようになった、この会社にいて私は役に立っているんだってことをよく感じるようになったと言っていました。そして特別だよって言ってくれている上司に対しては、この人についていこう、この人のためにもっと頑張ろうって思うようになったっていうんです。その部下の方、成績伸びているんですよ。すごい影響力ですよね。上司があなたは特別だって言っただけで、影響を受けてその人がどんどん変わっていってるんです。こういう影響力持ちたいですよね。人を動かすことができるんです。影響力は知識とか、あと成功を収めてなくても、まずは相手にあなたのこと大事に思ってるよって伝えることが大事なんだなと思ったんです。いくら能力とか知識があったとしても、ただそれだけで、持っているだけで、こちらを向いて、みんな影響を受けてって、それだけでは受けてもらえません。こっちを見てもらうためにはまず相手を認めることが大事なんだと思います。極端に言うと、もう相手から先に自分が影響を受けたよってことを相手に伝えていく感じです。もし私が上司だったら、部下の方に対して、まずは部下のいいところを探して、そしてそのいいところから自分はこんなに影響を受けてるよっていう話をする、そんな感じです。特別だよねというふうにお伝えして、それによって相手がこちらを見てくれたら、もうどんなことをしても影響力を出せるのだと思います。そんな人が魅力的だと思うんです。ですから影響力のある魅力的な人になるためには、まずは相手を特別な存在だよ、いい影響を自分に与えてくれているよということを伝えることです。ぜひ皆さんもやってみてください。